終止形がイで終わる言葉です。例えば美しいとか恥ずかしいとかおかしいとか悔しい、これもすべて形容詞にあたります。祖母、祖母。ねえ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 、呼ばれてるよ。オッケー、ストレイぞ。はい、はい、ピッチャー白井。あなたね、あなた。白井は強行に行きそうやな。あいつは俺らと違うけん。どんだけ練習しても、俺らは一回も試合に出れんしな。うん、なんや。うわー、おい待てや。ファイターズユニフォーム古いけど、なんか言うたか。100ビッグボスキャ。シート貸してみ。力任せに闇雲にやってもあかんわ。ほれ握ってみ。あちゃあちゃあ、おじゃ投げてみ。こうじゃ。お前は今こんなになっとる。腰を使うんで、こうやって。何がおかしい？すいません。え？ちゃんとせえ。しっかり投げてみろ。おー、こうじゃこうじゃ。腰を使うんじゃ。こうやって。おじさん、
ありがとう。ええもんは持っとる。でも、もっとコツをつかまんとな。あ、そういえば、おじさん、ファイターズファンなん？ごっついファンや。そうなん、僕も。僕も世界に出て、大谷翔平みたいに活躍したいんや。おお。でも、どんだけ練習しても上手くなれんし、才能ないんや、補欠やし。先入観は可能を不可能にする。それ、大谷五六。お前、プロになるんか？プロ？なる。プロは大変やぞ。全力で取り組むんじゃ。何でも 100% でな。 100%？ 勉強も練習も 100% 全力投球じゃ。忘れんようにこれ持っとけ。わしが特訓したろ。え、ほんま？毎朝5時にここに来い。5時？そのくらいやらんとプロにはなれんぞ。僕は大丈夫やけど、おじさんは大丈夫な？年寄りは早起きじゃ。遅いぞ。グラウンド10周してこい。ああ。はよせ。その日から、マサシは老人との特訓を始める。ここまでじゃ。プロは大変やと言うたやろ。何その人、怪しいんちゃうん？いや、でもすごい野球うまいんやって。元プロ野球選手やったりして。それはないわ。なんでわかるん？そりゃこんなとこからプロ野球選手なんか出んわ。こんなとこってなんなん？じゃあな。老人との特訓は続き、マサシはみるみる力をつけていった。
したりだ。おい、まさし、これは負けしとくわ。あ、ありがとう。親は地元から出るなって感じなんや。おじさん大丈夫？ちょっと食べ過ぎちゃう。お前はもっと食わんといかんな。そんなヘロヘロな体ではええプレーはできんで。肉食うとんのか？うちかまぼこ屋なんや。かまぼこは日本人が発明した世界に誇れるスペシャルフードやないか。大谷と一緒やな。え？そうなん？900年の歴史がある。これも食っとけ。え？何？ハム？なんで持っとん？ええけん、ようけあるけん、食べとけ食べとけ。おじさんガチやな。左。合わせて合わせて。おっと。老人のアドバイスで左投げ、左打ちにスイッチした正志は好プレーを連発し、徐々に頭角を現し、自信をつけていく。そしてやがて正志はレギュラーを勝ち取り、チームのエースに成長する。おじさん？久しぶりやな。急にいなくなったから僕探したんですよ。おじさん、なんであの頃のままや。ユニフォームも。何言うとるねん。ちと
スマートになったやろ。おじさん、一体何者な？ビッグボスじゃ。プロは大変やと言うたやろ。はい、とっても大変でした。ここにもなんだか帰ってきづらくて、みんな笑どんやろな。でも 100% でやったんやろ。分かっとらんの。ここらの人はみんなお前を誇りに思うとるで。そんなことないわ。絶対みんなバカにしとるわ。ちーとここ覗いてみ。なんなん。え？こいつ俺の友達なんやで。ファイターズで頑張っとんや。お前らの先輩やで。頑張れマサシ。そこだ。頑張れマサシ。頑張れ。頑張れマサシ。みんなお前を誇りに思うとる。結果よりも大切なことは全力でやることじゃ。またここで一からスタートすればええ。